ただいまイオンの、幕張店に来ております。こんにちは、Aちゃんちゃんです。これからこっから日本 IBM、 向こうにはシャープ、そこのは分かんないですけど、ここは、幕張テクノガーデンで、いろいろちょっと幕張の幕張新都市のところなんですけども、こっからあのさっきドライブでもちょっと話してましたけども、ですね、住友のビルですね、昔お金がないっていうところで織田裕二が、主演で演じてたユニバーサルインシュランスっていう、会社のモデルになったビルがあるんですよ、住友の。そこにちょっと歩いて向かいたいと思います。スターツっていうのがあるな。幕張はやっぱりもうビジネス街だな、お前。面白かったな、ドラマ22があって。でも最後あれだよな、あの例のあの大阪っていうのが美智子っていうその財前直美に結婚式やるときに、後からあいつがイジイジしてるやつがやっぱりお前が好きだっていうの、あれは絶対納得できないよな。あれドラマで今もう一回振り返って見てみたら、あれはそのまますんなり終わらせるべきだわ。それで織田裕二はもう一からもう一回もう一人でも働いて、もうそれで終了が良かったわ本当は。大沢氏はかわし、まあ大沢氏が女がいたからな、まだ別個に、だからああいう展開になったのかもしれないけど、出口が、あ、そうですね、ちょっと入り口が交錯してるんで、あれかな、多分このビルっぽいな、ちょっと行きたいと思います。
でるんてんてん、これだな。ところから終わらせたいと思います。ありがとうございました。